皆さんおはようございます。ワドです、えー、今日は、えー、2018年何日だ6月の611<日>あのんちゃ起きちゃったごめん6月の11日朝の6時18分です。おはよう。寝れないのでしゃべります。 なんかさ、あのーまあ、これ子どものこ頃から子どもの頃からですか,かねいつからだったんだろう子どもの頃はどれくらい寝てたっけな夜のね多分8時ぐらいに寝る家だったんだよね俺の家ってで朝,朝何時ぐらいに起きてたの朝7時とかに起きてたのかなだけどねなんかねあれなんだよね 寝れなくなっちゃったんだよね。なんかさ遠足の時みたいな感じ。おはよう。なんかこうワクワクしたりとかさドキドキしたりとかイライラしたりとかがすごい過剰に出ちゃうんだよ。それでね寝れなくなっちゃうんだよね。辛いよ辛いとは違うんだけど。 5時,間5時間ベッドの中でもがいてましたで特に何やってるわけでもないからすごい無駄な時間なんだよねまあ寝坊する原因これなんだけど完全にマイ、うん、るよねみんなはもう起きる時間帯だもんな今日は月曜日だからこれから仕事でしょみんなは。 なんかね最近ツイッターがすげえ楽しいかな。なんかツイッターでね結構つぶやくとねあの返信書いてくれるリスナーさんとかが多くなってきてなんかいいよねやっぱ。なんか俺はほらリアルとかネットの垣根みたいなものはあんま考えないっつうかよくわかんない人だからなんか普通にネットとかでまあ話しかけられた方が面白いじゃん。 最近なんかツイッターがフォロワーどれくらいになったんだろう1300人ぐらいになったんだけど面白いねやっぱ人が増えてくると絡んでくれる人がいるからなんかこうコミュニケーションが楽しいっすね 今日は雨か台風だっつってたもんね仕事行く人大変だよ東京まあ昨日もあのー、赤坂の方に行く時に電車乗って雨だったけど雨は嫌だよね服も濡れるし機材ほら俺の場合はパソコンとかさ結構持ち歩くからさすごい嫌ですよ 機材が壊れたらもうアウトだからね、ショからなんか最近、閲覧すごい少ないよね、100人割るようになったの一体何なんだろう前はね。 200人からまあまあ200人前後でまあ150人割ることなかったのが最近100人割るようになったよね閲覧コメントも飛ばなくなったしなんかラがあるんだよななんかアイラがあのー、嫌いな生主ランキングみたいなのやってたんだよで あ、俺名前消えてるとか思っていよいよ名前書かれなくなったら終わりだなーとか思ったの松葉にゃんがぶっちぎりで嫌われてたんだけどグラフになっててでいろんな配信者書いてて50人ぐらいの配信者だったかなであー俺の名前もう書かれないんだと思ったらバッチリ嫌われてる名前の主ランキング上位にいてあ、やっぱ嫌われてんだとか思って <laughs> やっぱり嫌いなんだこいつらと思って 俺が何しちゃっつんだよな本当に被害妄想半端ないよねおはよう聞いてくれてんのワッチおはよういいねうん聞いてるよっていいね喋、うん、ってるよ俺は喋ってるよ、うん、でもさその昔だったらさ双方向性じゃなかったわけじゃん一方通行だったわけじゃん 何もかもかあのねこの一方通行じゃなくてさレスポンスが早いからなんだろうなこの7秒のラグっていうかさこのねえこれが多分どん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 もっとリアルタイムになっていくんだろうねこれからそれこそリスナーと配信者っていう垣根はどんどんなくなっていってると思うよみんなが配信やってる人が多くなってきたからもう配信者 リスナーっていうどどんん聞く人専門の人はいるんだろうけど嫌われ者ランキング入ってないと寂しいねうーん寂しいっていうかやっぱりそのなんだろう商売からさ知名度勝負みたいなところはあるわけじゃん知名度勝負でまあまあ世界中の人間からそ好かれるっていうことはできないわけですよでしょ 例えば100人に名前が知られてるのが1万人に増えましたと世界中に1万人の人が僕の名前を知ってますとで1万人から全員好かれるっておかしいじゃん <laughs> どんなに好感度高い人間でもあいつ嫌いなんだよねっていう人いると思うんだよ、うん、もちろんその割合は変えることができると思うけどだからそういう嫌われ者ランキングって言っても知名度がなくなるのが俺は一番怖いかな だから別にランキング入ってないとさすがにやばいなとは思うけどそう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 「ニンニおはよう」「アイラ氏と接点あるのかなあるよ」ただ会ったことはないけどアイラとはどれくらいだろうもう俺生のし始めたばっかりの頃「お前はどうか?」みたいな「あわどうお前はどうかお前さ頑張ってんな俺結構お前の雑談好きだよ」みたいな感じで <laughs> なんか お前あれだよなーみたいな感じでなんだろうな年下だと思ってたんだけど俺アイラのことをなんかそんな感じじゃなくてフランクに来る若者来たなーと思ってそんなん初めてだったからまあ蓋開けたらあいつの方が年上だったって話なんだけどそれは上から来るよなーみたいなまあだから電話とかスカイプとかでのやり取りがねえアイラとはずっとあったって感じかなうん。 そそそうそうそう嫌われ者ランキングっていうよりも知名度前提でで割合じゃんやっぱり知名度はまああるじゃんでもさすがにね嫌われ者ランキングに俺名前書かれなくなったら終わりだなとは思ってるよはいおはようニコ生持ってたよねあいらいや持ってた持ってた全然だから今さあのふわっちでナンバーワンだって言われてまあ実際ナンバーワンなんだけど アイラねニコ生の頃からねリスナーさんから2三百3 0 0万やっぱ振り込まれて話題になってたのまたアイラ振り込まれたのみたいなよく元気見せてたよね、うん、モテてまあモテるだろうあんだけかっこよかったらあいつはうまいよだってさなんかビジュアル系バンドとか好きだったりホスト好きだったらもう王子様みたいな顔してんだもんあれはモテるだろう ま分かんないけど実際会ったことないから本当にかっこいいのかどうか。はいおはよう。声真似誰のやっとも似てる似てるだろうよ。ケイト。<laughs> うーん,なんだろうね。あのね好きな人っていうか俺が関心がある人の声真似はできるの。でなんかね野田総理が微妙なんだよね。できる時とできない時があって。 好きな人はできるね。よくモノマネ芸人さんとかが言うじゃん。あの、好きじゃないとモノマネできないっていう。だからトレースって言うんだけど、その、まあまあ、絵描くから分かると思うけど、なぞる作業じゃん。だから、よく観察するってことはやっぱり好きっていうことなんだよね。で、嫌いな人間はやっぱね、声出てこないもんね。うん。過疎だったのになって言ってたら、あいら、今でも過疎でしょ。 人数は少ないじゃん。だって、う100人割るだろう、それこそ。アイラが、なんだろう。いや、名前はやっぱ有名だったよ、あいら。ただ、人数は少なかったよ。だから、なんだろう、お金持ちの女の子をこうメロメロさせて振り込ませたくなるさ、うん。なんだろう、魅力があるんだろうな。俺にはそれがないっていうか。 ねえすごい才能だよねなんかこう女の子にさ貢がれるとお女の子だと思うんだけどなあれ男じゃないだろ金絶対渡してんの花火投げてんのもいやだから羨ましいよな本当に才能だと思うよもともとね YouTube でなんかやってたらしいんだよね月50万ぐらい稼いでたって言ってたうん ヒカル君好きだからね俺光くん大好きだよだから好きな人ほどにいるんだようなちゃんマンも好きだよ,よいしょ <laughs> ベッドで雑談しよう珍しくうるさいのが来たぞ金持ちの心をつかむのが上手 <laughs> ねそういうことなんだろうねこの人に ね、お金渡したいとかアイテム渡したいって思わせる何かを持ってるんだろうねティファニーのプレゼントすれば囲い増えるうーんなんかね俺ねそうなるとホストクラブのホストになるんじゃないかなと思ってていややっぱりねテルとかもよくプレゼントしてんだよやっぱあの話聞くとリスナーさんから「元テルの囲いでテルからもらったよ」とか。 でもさ、それってさ芸事を磨くこととは俺別だと思っててなんか俺がなりたく俺別に金が、金は欲しいんだけどその、ホストになりたいわけじゃなかったからうん相手もありがとうそ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 う喋りで食ってきたかったんだよねそのまあラジオパーソナリティでもいいしバーのマスターでもいいし、まあ、タレントでもいいし ままあまあ文字でもいいと思ったんだけど小説書いたりブログ書いたりでもいいと思ったんだけど言論空間でそのやることなすことを面白おかしく飯を食べていきたいっていうのが俺の考えだからまあもう分かるわけないよなうん。だから ありがとう嬉しいよ頑張ってるのかなどうなんだろうやりたいことはいっぱいあるよで追っかけてるだけっすよ、うん、おはようたけさんあれあれたけさんあれんところにいたんじゃないのカオスのところにカオス終わったのさっきカオスの枠覗いてたけど寝れなくてうん珍しいでしょラジオ配信 セックスヒューマノイドイットワードセックスヒューマノイドって何日本語にするとどういう意味なんだ結構起きたな寒いな まあねやりたいことできてるからいいんだけどこの先とねサ鮫島さんとかの気持ちわかるよ俺働きてっていうかいやいや俺は働きたいと思ってないんだけどその普通の生活を手に入れたいっていう願望が出てくるっていうのはよくわかるな俺の場合やってんだもんななんかね今 くすぶってる段階だからなんかねこれもね辛抱だと思っててまあねパートでまた流れが戻ってくるんだよたまたま噛み合ってないだけでさうん生を超えた超人それが和道あーでもねうーんあーでもこの前ツイッターでいいツイート見つけたなセックスには3種類あるファックとセックスと メイクラブだって <laughs> 素敵じゃないこれ <laughs> セックスには3種類あってファックとセックスと、えー、メイクラブでファックっていうのはただ性欲を処理したいだけでセックスっていうのは子供を作る行為だとでメイクラブっていうのは愛を確かめる行為なんだってうん。安定したい っててうわけじゃなくて俺は別に安定求めてなくて退屈なのがすげえ嫌なのよ現状維持とか,か安定を求めてるんじゃなくて常にそのなりたい自分が高いところにあるから今の自分がすごい嫌なんだよねまあまあ基本的にはいつでも楽しいんだけど何やってる時でもまあでもこういうなんか停滞してるっていうか動きがない っってていいいうううのは苦しいななううに思うかな自分の中ではもがいてる感じだねま、うん、まあだからね俺はねあの正直ねファックっていう概念はないかもしれないセックスもないよメイクラブマシーンって呼んでいいよ俺のこと刺激っていうかまあ知らないことを知るために生きてきてると思っててだから冒険してる感覚だよね 情報まあ本とかで映画とかでもいいんだけど生身の体験を超えることはないじゃん生身の体験でさこう感動したり怒ったり泣いたり笑ったりしながらこう生きていきたいのね俺はこういろんな人と出会ったりとかいろんな価値観に触れてこう自分みたいなものをないんだけどそんなものは。 まあ自分らしきものみたいなものを形を作っていくっていうのが俺は面白い作業だなと思ってんだよ。うん人との関係性だけだと思ってるからでそのやっぱりいろんな人と会えば会うほど自分っていうものが見えてくると思うのね。うん、だからそのなんていうのかな周りにいる人とか関わる人っていうのは自分自身と同じだからさ。 うん、共感ありがとう共感大事だねうん結局まあみんなもそうだけど俺もさポツンと一人例えば俺は2ヶ月半老屋の中にいたわけだからそれでも相部屋のお兄さんとかとね一緒に話したりとかしてでその中でやっぱ自分っていうのは形成されるわけじゃん で孤独には強い方だと思うんだけどハートありがとう。孤独には強い方だと思うんだけどなんだろうなやっぱりその無だからそれって前に進んでなくて何も起こしてない状態それは辛いことなのね俺は。あの自分にとってとても苦しいことだからあのそれは死んだ後にいくらでもできる作業なんだよ。作業っていうかまあ無に帰るだけだから。 まあ生きてる間生き,生きるっていうのは運動をしてるっていうか動いてる状態、まあのんちゃん大丈夫寝てていいよ返事して <laughs> うんっつって、まあ、だから生きるっていうことは動くことだと思ってるからうん動きゃいいんじゃないかなみたいな動いて動いて動いていけばいいんじゃない、うん でまあ綺麗な動き方と「いや飲んじゃん寝て」寝ぼけてたの今俺のしゃべりに反応してたで効果起きてきた、ねうんだだからどういう動きをしたいかなよねどういう動き方をしたらさこう自分が嬉しいのか楽しいのか気持ちいいのかかっこいいのか誇らしいのかっていうだけの話でしょだから 俺は何だろう型にはまるのとかが苦手だしなるべくそのこう流動的というのかなこうふわーっと空気とか水みたいに生きていきたいのねどうせねだからその俺は昔から嫌いなのがさ人間らしい生き方とか社会とかってさたかだかうん数2,000年3,000年ぐらいの話でしょ まあ日本で言ったら2600年ぐらいの話なわけじゃん。たかだかそれくらいの価値観なわけですよ。だから人間の都合っていうのはあんまり好きじゃないの。人間にはだからそのルールが嫌いなの俺は。ルールっていうのはぶっ壊すもんだと思ってるから。ただ誤解をされたくないのは俺はマナーはすごく大事にする人だから。人間としてはマナーはある。人の心を大事にしたり人を傷つけなかったりとか。 喜ばせようとする人を愛したりとかそういうマナーっていうのは俺は普遍的なものだと思ってるただルールなんてものは俺はクソくらいだと思ってるからそんなのは権力者とかさ上級国民とかさその上に立つ人間の都合のいいルールでできてるわけだからそんなもん俺にはいらないの、うん、水だから空気だから風だからそううん こううい話好きなんだどんどん振って好きな好きな好きな人と好きな時に好きなこと頭回ってないな好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていうねテーマですよ僕のこれ順番大事ねとっても順番大事詰まるところ人だって話なんだけど 何を着るかじゃなくて誰が着るのかでしょ、うん、何をするのかじゃなくて誰といるのかでしょ、うん、ケイトおっぱいでかいよ、うんうん、ケイトもアスペだからね、うん、まあでも関わっていくことと触れ合っていくことによってその俺っていう人間がどういう人間なのかかねわかるわけだからうん 俺は本気で思ったよ。肩痛いあ。外れたんだと。俺のハードパンチじゃ、うん。嫌いなのは壁の向こう側を考えること。あ、俺逆だね。壁を見えたら必ず壁を壊そう、乗り越えようとしか考えないね。それ以外のことは興味ない。むしろ壁の向こう側を見たいの、俺は。隠されてるものを見たいの。 あの本当のことを知りたいのただ本当にその上で考えようっていうだからうーん何て言うのかなうーんああコナンさん「のむのもなんかドレさんの枠でいろいろ書いてましたね <laughs> 読んでましたよ手厳しいあの何て言うか手厳しいお言葉ありがたくえー 頂戴したいいいと思まますすすおお疲れ様ですおはようございます <laughs> 僕は見てますよ。コナンさんのコメントありがとう、感謝祖ちゃん。バーガーありがとう。ありがとうございます。はい。嬉しいです。コナンさんはあれ、えー、っとカズーンさんのリスナーさんなのかな 私は壁があったら回り込む方を考える。ああまあまあそれもライフスタイルだよ。うん、いいんじゃない竹さんらしく竹さんが輝けるのであればねそれが。竹さんが竹さんらしくいられるのであればそれでいいんじゃない、うん、あっカズンさんのリスナーさん。うんドレ、うん、リスっぽくないなと思って。ありがとうございます本当に。 ある程度稼げるようになって思ったけどやっぱり金に振り回されてたなって今思うやっとやりたいことできるようになってきたおおゲイリーできるようになってきたんだ俺と出会ったことはやるんだって言ってたからね思考は現実化したんだね俺は必ずやるって話してたもんね1年前とか1年半前ぐらいにはね俺今頑張ってんだって言ってたよね俺もなんかやるんだって何をやってんのか知んないけど稼げるようになってきたんだね 素晴らしいまあでも金に振り回されるや最初はだから俺の言ってることだんだん分かってくるでしょゲーリーとかも壁は登るもんっていうかね見えないんだよあの壁が見えたってことは自分が見えるように成長したんだよで神様っていうまあまあ便宜上神様っていうふうに言うけど俺は神はいない神はあるって言ってるからそのも後で詳しく説明ね質問が来たら説明するけどまあ 神様っていうのはさあの,あのギリギリ要は俺に壁を見せたってことはその壁は絶対乗り越えられるギリギリの壁の少し成長したらででかすぎる壁は見えないから、うん、近すぎる壁は見えない。 神はさなんであの俺はさその仏教とかさキリスト教とか読んでみてだんだん分かってきた多分なんだけどイエスキリストが見た風景とブッダが見た風景は一緒なんだよ。ただイエスキリストには時間がなかった実はねイエスキリストってね布教活動っていうかその実際に活動したのは2年間か3年間しかなかったの。 だから彼は自分が神としての活動っていうのを3年間しかできなかったから情報が足りなかった。でブッダっていうのは80歳ぐらいまで生きたわけだから結構時間があったわけよ何でもできたわけだから情報量が多かったっだからキリスト教はその矛盾がいっぱいあるんだけれども俺はねキリストとブッダが見た風景は一緒なんじゃないかなっていうふうに思ってるこれどういうふうに例えればいいかっていうと、えー、富士山があると。 富士山っていうのはさルートっていうのがあってさ、あのー、もう無限にあるわけじゃん。だけど上の方に登っていけばいくほど同じ景色が見えるんだよ。だからスポーツでもそう作家さんでもそう絵描きでもそうクリエイターでもそうどんな人間でも俺は同じ山を登ってると思ってて。だから、 何かを一生懸命やった人間とか何かを夢中になったことがある人間っていうことが似てるんだよ。そうでそのすごい高いレベルのところまで行ったのが俺はブッダとかキリストとか呼ばれてる人なんじゃないかなっていうふうに思ってる。でそうねあの神様っていうのは人じゃないんだよ俺にとっては。神っていうのは現象なのよ、ね。なんか神はいない神はある。 みんなが言っている神様要は俺が神っていう言葉を唱えた時にみんながイメージするさなんかこう神々しい白い布をまとった神様みたいなそれはいないよっていうそんなのは幻想だよって、うん、そうそうそう俺はそういう風に解釈してるね壁が見える高さまで自分が成長してまあ乗り越える諦めるっていう、うん、で結局あの なんて言うのかな人間としてその成長したいんだよね前に進んでいきたいっていうか、うん、あのー、生まれてきてよかったなっていつ思えるのかなっていう勝負だからああ生まれてきて本当によかったなって思えるかどうか俺はあんまりその子どもの頃生まれてきて嫌だったっていう感覚がすごく強かったのあの地獄だと、うん、この世はでも だん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 ねあの天国に近づいてきてはいるんだけどまあ退屈だよね、うん、まあ地獄に行ったり天国に行ったりねえフラフラすればいいんだよ、うん、俺らはみんな同じ壁を登ってると思うよ。 との関わりとか大事だよねすごく。うん俺はねあのー、まあみんなにね言うこともう分かってるよって感じだったかもしんないけど人間がとことん大嫌いなのよ俺は人間っていう生き物が本当に心の底から嫌いな動物とか子供が好きなの俺はでもねたまにいるんだよ子供みたいな大人がうん。 俺の周りにいる人って子供みたいな大人多いでしょ俺はそういう人が好きな、うん、いるんだよ子供みたいな人か子供みたいに笑う人とか子供みたいに泣けて大人になれない人が好きなの俺は俺はその人たちの方が正しい生き方をしてるんじゃないかって感じちゃうの 寝られないね、言ういツイートもしたんだけどねあの俺はほら脳みそが壊れてるわけですよ僕はだからこうあの体はもうヘトヘトなのよ疲れてるので理性では寝たいと思ってるのでも寝れないの脳みそだけ起きてるのすごく元気なの 辛いよすごくまあこれのせいで起きらんないんだけどねもうベッドに今もベッドにいるんだけどねもう5時間ぐらいずっとそう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 辛いっていうわけじゃないんだけどうんまあ好きに気ままに生きりゃいいんだけどもう寝るのを待ってるし体も疲れてるしでご飯大盛り食ったのよもう丼2杯に刺身に昨日の残りの 筑前にもうガツガツ食ってで俺笑ったよね自分で腹減ったって言ったのあんだけ食ったのに腹減るんだみたいな要はねもうねあイカ娘おはようおはようなんかバグってんのかななんかアイテム表示されないなイカ娘なんかくれたおはようありがとう何くれたんだろうねイカ娘はんか表示されないなんかバグってんな風船かな風船ありがとううん そうそうまあつらいっていうかまあまともなな生き方ではないよねそう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 要はあのー、アドレナリンとかあ要はね脳内麻薬が過剰に出すぎたり脳内麻薬がで出なかったりっていうのなのよ ADHD とか発達障害っていうのなんかまあ脳みそが俺は ななんかか足りりいいとかいう表現をしたりする脳が足りなないとは違うんだよな、うん、脳みそのある部分が壊れてるとかいろんな表ねえ文字とか言葉にすることはできるけどね難しいんだよその自分のことを説明するっていうのは、うん、なあ知ろうと思ってる人を歩み寄ろうとしてくれてる人しか 理解できなない領域なわけじゃん知らねえよだって言われたら終わりだからねだからもう俺はねあの結構大変だったよこういう生活を手に入れるまで本当に大変だったうーんまあしょうがないよねこういうふうに生まれちゃったわけだから俺にとっては俺は俺にとっては障害者じゃないもんこっちの方がまともじゃと思ってるから <laughs> うんお前らは大衆派のようって大衆大衆なんだ人数が多くてお前らのルールで生きんのかよって俺,俺らマイノリティはつまみ出されてはじき出されたら障害かっていうなめんじゃねえぞっていうのは俺の中に今でもあるけどね、うん、なん数が多いだけだろお前らみたいな。 同じじ人間じゃねだからほんとに、えー、5年前6年前に本当にちゃんと人,気人生設計したことをちゃんと手に入れたかうんありがたいなと思うよ本当に食わせてもらってうんまあでもねあのまあ「こじき」とか言われるけどなんだろう 俺はねでもねそれが不思議なんだけど俺はその時考えた時は10万人必要だと思った10万人のうち10万人が俺のことフォローしてるとまあ何でもいいな SNS だったらアイテムありがとうなんかアイテムは表示されないなか9個とか2個とか書いてあるんだけどな何のアイテムが投げられてるか全然分かんねえな 携帯で配信しなないかからよくわかんねえなちょっと待ってねまあなんかありがとううん何かありがとう <laughs> ブランシュおはよう鑑賞ちゃんもたくさんありがとうね無理しないでよ、うん、ハートと風船ねありがとうえー、っとねまあ今の仕事転職っていうかまあまあそれで10万人がもうざっくり計算よ俺バカだから。 まあ10万人が知ってると日本中の中で日本っていう日本語っていう言語を使う人が10万人俺英語喋れないからおそらく外人からフォローされねえだろうみたいなで10万人が俺に関心を持って支えるってフォローって支えるってことでしょ支えるっていうふうに言った時に金銭的に何か支えようと思ってくれる人って俺多分3%ぐらいだって踏んだの要は3000人 3,000人が1,000円払ったら30万かって。おじゃあ本出しますまあ講演会やりますトークライブやりますとか俺がやること自体が10万人が支えてくれてたら10万人の中で「音楽俺好きだから和道の音楽聴きに行くわ」「和道俺本好きだから和道の本買うわ」とかその。 ついに何か自分が楽しいことだけやってたら10万人が勝手に俺のこと支えてくれるっていうのが俺の考え方だったまあ今まあ SNS で一番フォロワー多いのはふわっとしたから4千今いくら四2 0 0人ぐらいかなだから4200人でこの生活ができてるっていうのはありがたいことだなっていうふうに本当に感じてる。俺が予想してたよりもはるかに だからまあまあさっきのアイラの理論と似てるんだけど俺は10万人だったら好き勝手10万人がなんかこう支えてくれてたり SNS でつながってる数値化できるものがあったら勝手に食えるだろうなっていうふうに俺は考えてたのよ。でまあそのまあ4400人4200人か。 の人が支えてくれてるってことは俺が予想してた20倍ぐらい濃い密度でいい人たちと出会ったってことだよねうんまあなんだろうその雑談っていうこういう形になるとは想定はしてなかったけどね配信自体が金がこう投げ銭っていう形になるっていうのは想定してなかったけどまあまあまあ,まあ本当恵まれてるなまあいつまで続くかわかんないけど 面白い体験をしてるなっていうふうには感じてるかなうんあとさやっぱりなんだろう、うん、あの俺が思ってたのはさみんながみんな1,000円同じものを買うっていう時代じゃなくなってあのなんだろう本当に値段を決められる時代タダ、まあ、で見る人1円投げる人100万投げる人って もう本当に何だろうこう人が投げる買う方が選ぶんだなって同じものでもだからそれはね新しいっていうかなんか商品の概念を変えるようなことがネットの中で起こっててネットってもう最先端だからこれは面白いよ要は俺に価値があるのかないのかっていうのを値段を決めてくれるのはその人それぞれっていうねそう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 。 あのー、人によって違うんだよね、うん、だから俺はみんなによく言うの「あのー、コカ・コーラ飲むだろう」っつって「俺の値段はコカ・コーラ以下か」って <laughs> そう1ヶ月にコカ・コーラ1本飲むのとね <laughs> 俺の雑談ヘビーで聞いてるやつ「あのコカ・コーラ以下なのかい?」っていうことはたまに言うねうん <laughs> だってみんなが100円くれたら俺40万とか50万稼げるからね、うん、面白いよねフォロワーさんがだよおはようほう。小学生でも持ってるよ100円ぐらいおはよう、うん、いやいやそうでしょだって4200人が俺のことフォローしてくれてんだからいやじゃあコカ・コーラ1本我慢してコカ・コーラを飲むか 和道の放送を1ヶ月支えてそのなんつうのまあ俺もいい思いして俺も雑談頑張ってっていうのは100円出してみないみたいなそしたらもう42万ぐらい入ってくるわけだからいい生活だなとか思ってまあでも全員が全員に同じ額っていうのは無理だよねうーんだからまあそれはあの理想論だったなっていうふうに思ってる。 だからあのね実は面白いツイッターがあって、あのー、テレビの資料だったんだけどテレビの,その画面でグラフだったんだけど、えーとえー、とソーシャルゲームの無課金はこれくらいで実は課金してる人っていうのは9%だから7%しかいませんよっていう要は10%以下の人間が課金をしてると。で課金をしてるこの 10%以下の人たちの課金額の割合っていうのが面白くてえと美課金って呼ばれてるえとまあ1,000円以下の人がほとんど7割でで1万円ぐらい払う人っていうのがその中の割合の3割でで最終的に100万以上ぶっ飛んでその。 やる重課金って呼ばれる人たちがいるわけじゃんそれが数パーセントいるわけ7パーセントの中でだから俺ねそのグラフを見たときにツイートしてるからどっかに画像出てると思うんだけどフワッチと全く一緒だもそうこれはね要はこれねフワッチもゲームも一緒だっていうことこれね多分ね神の神なんだよこれも俺の中で神様なのいや黄金比率なんだよ ほとんどの人は金は払わないんだ。で、こういう時代なの。こういう時代なの。同じゲームをやってても、無料で楽しめ、無料の人と100万払う人が同じフィールドにいるっていう。まあ、俺に100万ね、投げる人はいるかな <laughs> まあたまにね、ファンタスティックバーンバーンバーンって払ってくれる人いるでしょあれ、重課金者だから、すごいよね。 だからその黄金比っていうかさなんかあるんだよ、ね、多分ね人口の年収の分布図とかなんかその何て言うんだろ世界の格差とか全部つながってるんだと思うの俺はその数字っていうのはそういうのを研究したりとかなんか自分の中ではまる時っていうのがあってそういうのはまった時なんかやっぱりこう何て言うの見えなかったものが見えるようになったりするような感覚はあるよねうーん。 私のファンの方でファンクラブで課金してくれる人は4%から6%ぐらいああじゃあさっきの7%あ,、まあまあまあそうだよねそうだよねいやだからそういうもんなんだよだから全員に全員全員が全員に100円投げてくれってつっても無理なんだよそうじゃなくてもう値段自由に決めてくださいって無料無料でも有料でもいいですよ自由に楽しみましょうっていうのはある意味正解なんだよ 面白いよねいやすごい世界だなあとか思うよ本当にうんあまあでもさ見る鑑賞ちゃんさそれってすごくあの感覚がいいっていうか要はね長く見てる期間長い人を見てるっていうの長く見ちゃうぐらい関心があるってことなんだよ多分だからそれに気づいてるんだよ鑑賞ちゃんは。 長く見るイコール結局そのひ要はねつまんねえつまんねえ面白い面白いとか言うけど面白さとかつまらなさっていうのはこれ人によって違うの価値観なので俺は日本人って流されやすくて周りが面白いと思ってたらえ私も面白いって言わなきゃいけないんだとか同調圧力に弱いでしょ俺それ嫌いなのよ正直くっそだせえなみたいなそうじゃなくて 鑑賞ちゃんが見に来ちゃうっていうのは絶対面白いからなんだよ。面白いには勝てないから。で、本当につまんなかったら見に行かないの。だから、面白いことやれとか、何やれとか、俺嫌いなのね。いや、それお前がそれ、それが好きなだけでしょって、他の人に言えよとか、それやってるやついいんだから、そこ行きゃいいじゃんと思うのおその。 お前のためにやってるわけじゃなくて、俺は俺のためにやってるんだよ。っていう感覚があるんだよね。そうそう,そう、関心があるでしょ。だから、そのなんだろう。お金の使い方っていうのをすごくいいと思う。だから、あのこの前も話したんだけど、あの漫画村の騒動俺結構追っかけてて漫画村潰れました。で、集結したと思ってるじゃん。普通の人って違法サイトがあって漫画村で。 なんかただで漫画見れなくなりましたはいちゃんちゃんみたいな俺その先が実は大事だと思っててその漫画家のツイートとか見てみてたのよいろいろエゴサーチンチみたいなのかけたりとかネット調べてみたら漫画村が潰れた瞬間だよ何が起こったかっていうと無料で漫画見れなくなりました さて漫画家さんの収入どうなったかっていうと電子書籍の売り上げ有料コンテンツの売り上げ倍になったって喜んでんのよ売れない漫画家さんたちが皆さんありがとうございます漫画村が潰れたその日から有料コンテンツの売り上げ倍になりましたこれね面白い無料で漫画を見てたやつは応援してるだの俺らが広めてるだの広告なのって無課金でなんだかんだ言ってるわけじゃ違うんだよ ま、クリエーターかさんからすると倍の収入になったの。でしょでエアコンが直せますってその人は貧乏な漫画家さんだからやっと漫画家が直せますって要はあのー、た資本主義社会で生きてる上ではその,クリその放送を守るんだっていうスポンサーさんになってるわけよ俺にアイテム投げてくれる人は。うん逮捕はどうなんだろうね分かんないけど。 うん、俺はねそこじゃないんだよねやっぱそのなんていうのかなクリエーターさんからしたらその漫画がいくらその数値上でダウンロードがされたとしてもさ食えないわけですよ <laughs> エアコン直せない困った生活をしながら漫画描いてるわけでしょ。でその漫画村をみんなが。 こう便利だからとかタダだ,だからっていう理由でやってたけど実はその本当のファンではないんだよねわかるだってファンだったらさ単行本買うじゃん CD 買うじゃん、えー、とレストランとかでもおいしい店行きたいって思うじゃんっていうように本当にあそれって守る実はねそのみんな物を買うっていうことは商売だって。 なんんだかっって言って言るけど実はもうあのインターネットが出始めた頃から昔から概念があってあの会社っていうのは利益追従をしてるわけだから絶対上乗せをされてるの限界よりも。でしょ儲け分が載せられてるだから実はものを買うっていうのは投げ銭だっていう感覚持った方がいいんだよ現代人は。要はセブンイレブンに私は利益を渡してるスポンサーさんなんだっていう感覚。 だってさまさにさバンドマンのライブとかに行って T シャツ買うってそういうことでしょだって冷静に考えてみないよ無視の T シャツでいいじゃん俺みたいにただ絵が描いてあるだけなんだもんそこにさエグザイルって書いてあるか浜崎あゆみって書いてあるかってそれペイントなわけじゃん記号なわけでしょそれに値段が変わるわけじゃん別に T シャツなんてさ1000円以下でいい T シャツなんか腐ることあるんだよ原画なんてそんなもんじゃんだから実は浜崎あゆみが好きだからっていう投げ銭なの 価価値と価値とは同じなんだよそうだから実はそうっていうのは良くないのそう便利だからっていう理由でスタッフの対応が悪い店とかで買い物するのやめた方がいいよその店って永続するからそういう企業が正しいっていうのは資本主義の論味のだから実は資本主義を正しく行うには道徳感が必要なんだよ、うん でこれは実は実ねキリスト教的な発もともと彼らはキリスト教がベースにあって資本主義を生み出したのねでも日本ってさもともと神道的な社会主義的な国家だったんだけどそこに戦争で負けて資本主義だけが導入されてキリスト教のベースがないわけじゃん。で道徳とか倫理とか神道とかもともと仏教とかいろんなものを素晴らしいものを持ってたけど破壊されたわけですよ。今の日本は立ち悪いよね本当に。 だからね俺はねそこがね今のなんかこうぐちゃぐちちゃゃゃしててるところなななんじいいかなっていう要はお役人さんがいてとかさ殿様がいてみたいなキスとか文化だけは残っちゃってでもなんかその頑張れば頑張った人が報われるんだよっていうそのキリスト教的な発想のシステムが組み込まれたっていう。 もううだかからどっちかに選ぼうよみたいなアメリカに完全になるのか、ねあのー、日本らしく日本っていうシステムを取り戻すのかっていうのは俺ね日本がどうなるのかだよね、まあ、どうもなってない70年間っていうのは思うけど。 どううなってくるんだろうねこれからまあ俺らが作っていくから俺らの意識がどう変わっていくのかだと俺は思ってるんだけどでもまあ昔はその国家がどうなっていくのかとかいうのは楽しかったんだけどあんまりね最近それは思わなくなったね自分のコミュニティがどうなっていくのかだけそうそれがそのでかくなればでかくなるほど自然的にさあの影響力が変わってくるだけで結局あの政治っていうのは国家とか政治っていうのは多数決の論理だから。 要はもうオピニオンリーダーでいいやって思った俺のポジションは誰かにそっと小さなコミュニティ作ってまあそこでまあなんかそれを生きがいにしてくれてる人がいたらいいかな参考にしてくれてる人がいたらいいかなっていう生き方を選ぶようにしたねうんだって あれじゃん国とか社会とか世界例えば俺がさ地球をぶん殴っても地球ビビ,ビックともしないと思うのうんていうか俺らが生きても何にもできないよ地球を動かすことなんかできないのよくさ地球環境が壊れてます人間のせいでとか言うけど俺らも含めて地球なんだけどって俺思うのであの人間ごときが地球なんか破壊できないよ できるとしたら今持ってるテクノロジー要はまあ核だとしようサ、まあ、ーリボンバとかあるわけですよそういったものを総動員してもおそらくなんだけど地表を焼き尽くすことしかできないので俺の予想だとえっ、ー、とね汚染はされたとしても新しい生命体生まれるよ要は地球を壊すことなんか人気には無理、うん、だから人間のその傲慢さ地球よりも偉いんだ 我々人間は神なんだっていう無意識からくるその傲慢さが地球を守ろうとか言ってんの地球をなめるな俺からすると俺らは地球を廃ずり回ってる星屑でしかないんだからハート4個ありがとうそう思わない何を偉そうに地球環境がどうのこうのとかさクジラの肉を食うなとかさウナギがどうとかさ うまあでもちょっと人間増えすぎだとは思うけどどうなるんだろうね100万人とか100億人とかになるでしょまあちょっと多すぎるよななんであれなんだろうな貧困な国ほど子供が生まれてあの貧乏な国ほど子供バンバン産んで先進国ほど子供生まれなくなるのかとかその辺も関心があるよね。 これはもう絶対だから人口増え続けてるからねしかもすっごい急激に増えてんだよグラフ化するとだって江戸時代ってさえっ、ー、とばあちゃんばあちゃんのばあちゃんってあの江戸時代だったんだよ俺の,ばあ,のばあちゃんのばあちゃんのばあちゃんとか。 要は何世代親の親の親の親でしょ4世代とかでしょ4世代前江戸時代だよで江戸時代の頃の人口って2,000、うん3,000万人とかでしょちょうどあのバランスが取れてたって言われてんだけどあ内需で回すためには日本の国土で考えると,、えー、と官僚のデータ3000万人がベストなんだよだから江戸時代っていうシステムがいかに素晴らしかったかってことなんだよね すっごい整ってた日本ってだから、まあ、まあ国策でね1979年に出した政策で子供減らそうっていう子供はじゃだって言ってその薬が効きすぎたんだよね今の少子高齢化っていや江戸時代ってすごいよ本当に。まに、あ、鎖国してだからっていう特殊な環境とほら海洋国家だっていう島国だっていうところとかいろんな条件がかみ合ってるんだけど。 まあガラパゴスとかよく言うけどね日本は結構特殊ですごい国だなっていうことは俺は感じるなうんだって海外がさもうなんつーの水路とかがなかった時上下水道が整っていてねえ、うん、とんでもなくその庶民のレベルが高かったまあまあそれは多分江戸に限ったことだろうけどまあね 山形とかさ青森のとかの方は全然違う暮らしてたんだろうけどそれでも生活水準がすごかったわけじゃん。いやーすごいと思うよ本当に。国民の成熟度も高かったのかいやーそれはどうか分かんないけど、ね、幸福だったかどうかっていうのは分かんないけどでもあのー。 その要はほ他の国っていうのは奴隷がいて奴隷がいて貴族がいるわけじゃ貴族の水準はぶっとん高いけど国家としての奴隷要は99%奴隷が支えてるわけじゃだけどその貴族たちが日本に入ってきて生活とかを見学した時にえ庶民レベルでこれレベル高くねっていうで奴隷っていう概念がないわけよ農民はいたけど楽しそうに仕事やってるわけじゃで そのやっぱ違うよね奴隷とその死の交渉っていう役割とそのなんつうの道具として人間を使うのかっていう要はね労働を美徳に変えたっていうのは日本人のね素晴らしいところだったんだよ今は違うよ今今の仕事は仕事じゃなくなってるから、うん、今は奴隷の方になっちゃってるから。 あのね、言うね「でも」って言うけど俺もうそんな俺に勝てるか知識マウンティングね得た否認って何なのかっていうのを調べたことがあるの。で童話,童話会の人とか要はもともと得た否認だった人たちの末裔の人たちの会とかも話したことがあるんだけどなぜ得た否認ができたのかっていうとこれね要はね将棋の駒なんですよ。要はねあのー、日本の戦争って あの世界あのインドが起源なんだよもともと将棋みたいなものってチェスとかも似てるでしょルールがあれの元になってるルーツはインドでできたボードゲームなので各国で発展していくんだけどルールがなっていくんだけど相手の駒を取れるっていうのってすっごい特殊な考え方なので日本って戦ってどうやってやってたかって言うとさ対象首を取るっていうじゃん 相手の国を取って、要は土地を取ったら。えっ、ー、と、男は全員殺して、女を犯して。民族を混ぜてとか、そういうことをやるの。要は兵隊は全部殺すのよ、男と。だけど、日本ってすごくて。兵隊の退職首取ったら、その場で。部下に変わるの。わかる。面白いでしょ。だから殿様がいた。 要は大名の首を取ったら、そこのあぶれた部下たちは自分の配下に変わるのよ。で、やって戦っていったのね。関ヶ原とかも。だから、そういうルールでやってたんだけど、っていう。要はさ、あの、なるべく死者が出ないようにな、戦争といえども、そのマナーがあったわけよ。人としての。 で得た否認ってじゃあ一体何なんだろうって言った時に実は得た否認っていうのは敵国の大将を取ったとしても貴族側のさ子孫が残るわけでしょだから得た否認っていうのは簡単に言うと負けた方の要は貴族階級にいた武家たちが落とされたんだよ知らないでしょ全部が全部そうではないよ罪人とかもいるんだよもちろん得た否認に落とすっていうのは だけけどそういうい側面もあるわけだからんとかだから疑問が要は奴隷だと思ってたりとかするわけじゃんあのねだからね疑問があったら調べた方がいいよ面白いあのそれは絶対教科書で教えてくんないから得た否認ってブラック差別問題だからもう国で禁止してることだからだからね寺とかね あのー、寺がいいよあのね寺ってもともと何なのかっていうと学校であり市役所でもあり、えー、っと戸籍謄本を管理したのも寺だったの日本ってだから寺ってあのすごく文献が残ってるの住職とか要はその土地に根付いたそういう歴史的な資料とかが蔵の中にバンバン巻物残ってたりするのよ。あとと伝で伝えたりとか だからよく言われてる村から追い出される村八部っていう言葉あるじゃんあれは村八部って具体的に何を言うかっていうと,、えー、と寺が管理してた戸籍謄本から要は帳簿から名前を消されることを村八部って言うんだようんそういうことそういうことそういうことうんもちろん全部が全部ってわけじゃないよ言うでもそういうケースが多々見受けられるってこと だしああのい、ー、いっぱいあるんだようんだからその強いわけよ頭がいい民族だったりするのだから今その童話の人たちとかってめちゃめちゃ金持ってるよビジネスでめちゃめちゃ成功してたりするんだよいや頭がいいわけだからねもともとうん そう金持ち多いの今。うん